皆さん、こんにちは。新事業創造に資する知財戦略事例集の紹介。第4回は、事例、新事業部門内での知財戦略を立案実践です。よろしくお願いいたします。具体的な事例をご紹介いたします。今回は A のパターン、新事業部門内で知財戦略を立て実行するパターンについてご紹介いたします。 こちらのスライドの見方についてはまず左上に ABCD のカテゴリーが書かれており赤い1行目の事例のタイトルが書かれておりますさらに左側に知財戦略と事業との連携のアプローチや環境整備に対する取り組みの観点からご紹介していますこちらの事例では必要な機能を傘下に集約したマーケティング本部による 新事業の創造と知財の連携を紹介しています知財戦略へのアプローチとしては新事業創造のミッションをマーケティング本部に与えて外部採用した経験豊富な人材をマーケティング本部長に任命していますその組織構造を刷新し傘下に新事業創造に必要な全ての機能を集約しています具体的には知財部門や M&A、標準化、障害の部門を集約しています。新事業創造における知財戦略は、マーケティング本部主導により立案実行されています。ガバナンスとして、新事業創造の際に、既存事業部門の同意を必要とせず、マーケティング本部長による迅速な意思決定ができます。また、意思決定の迅速化のみならず、 事業創造の上流で知財部門等に情報共有が可能なことによりかなり初期の段階であっても直接重要な情報が共有されるため知財の観点からの貢献が可能となっているとのことです。人材育成や人材確保の観点から言いますとこれからの知財部員には財務書表を読める程度の基本的な経営の知識や 挑戦を恐れず自発的に仕事を作るマインド、さらには知財を交渉力として使う能力などが必要と考えている、とのことです。また、知財部員の15%程度を新たに外部採用しておりますが、こうした素養を持った知財部員はまだごく一部とのことで、人材育成や確保が大きな課題ということでした。 ご視聴いただきありがとうございました。ご質問、ご要望がございましたら、遠慮なくお知らせいただければと存じます。よろしくお願いいたします。